4校と戦うっていうストーリーがもう尾田先生の中で頭にあって、で、そこから逆算してイーストブルーの物語を縮小版として書いていったんじゃないかっていうのがこの、考察の大前提というか。モッチー先生ってワンピース考察ってどうやって作るんですか、どうやって思いつくんですかっていう質問が結構あるんですけど、太陽の民の例で言うと、ワンピースっていろいろなオマージュが採用されてるんですけど、それを、多分こうなんじゃないかっていうまとめたノートみたいなのがあるんですよね、まず。で、それは根拠としては弱いというか、一つの考察になってないちょっとした気づきとかも全部ノートにまとめてるんですけども、それと照らし合わせて、新情報と照らし合わせて、あ、こことここ紐づくとか、なんかそういう感じで、その太陽の民でいうと、一応シラノ・ド・ベルジュラックの月世界旅行記、太陽世界旅行記っていうのは、ノートにあって、で、キングとゾロの爆発現象を見て、あれこれ太陽フレアじゃねって思って、でそこから太陽世界旅行記のエピソードをもう一回見直してっていう感じなんですよね、順番的に。そうなんですよね。だからそのノートがモッチー先生の生命線というか。ワンピースの中のどこの話が好きですか？じゅんさんありがとうございます。ワンピースの中の話で言ったら、やっぱり空島が大好きなんですよね。空島編って結構長いし、情報量も多いから、ちょっと賛否両論あると思うんですけども、初見で最初から空島はすごいワクワクしたんですよね。もちろんその月がどうだとかそういうことも分からずに、とにかくその400年越しのなんか熱い友情みたいなのがルフィとワイパーに託されて、で最後最強の敵のエネルを倒すっていう、その時点で普通に好きで、であとはそのエネルのスペース大作戦からもう一回読み直すと、あれこれって多分最終回につながるやつだぞこれっていうのがどんどんあって、どんどん好きになってるって感じですかね。空島編ですね。1位はあっちあっちの1年ありがとうございました。2022年はもっとあっちあっちの1年を。そうですね、ありがとうございます。まだまだ考察溜まってるのまだまだあるんでね、2022年もちょっとガンガンいきたいと。ワンピース終わってしまったら別作品の考察する予定ってありますか？で、一応この今 YouTube で一応生計を立ててるっていう感じなんで、やっぱりワンピース終わった後のことはどうしても頭のどっかにはやっぱりあって、小ヤッキーさんとかだったらね、めちゃめちゃ上手にワンピースから都市伝説のチャンネルを立ち上げて大成功してるっていう、あんなイメージでちょっと他のチャンネルにもちょっとチャレンジしたいなと思うけど、何にも決まってないですね、まだ。小ヤッキーさんすごいですよね。小ヤッキーさんというか、チームがすごいですよね、やっぱり。毎日投稿で、クオリティで。しかも、ワンピースで1本、都市伝説で1本とかだから、毎日2、3本作ってる感じですよね。無理ですね、絶対に。いや、すごいすごい。ちょっとまだまだ時間もあるんですけど、まずちょっと行きましょうか。1本目、すべてわかるシリーズの1本目、最終回&古代兵器。これ、多分一番、すべてわかるシリーズで一番伸びてくれてるやつですね。だこれは、アーロン編とのリンクから最終決戦を導き出すっていう。まずワンピースっていうものが始まった時に、多分長期連載になることは確定してないわけですよね、多分小田先生からしたら。で、確か5年ぐらいで連載を終わらせようっていう予定で始まったと思うんですよね、確かワンピースって。で、最初はその七部会とかが、物語上設定として、初期設定としてはなくて、ルフィたちが、四皇と戦う物語、海賊物語っていうので多分始まったと思うんですけど、っていうことはその最初の方から四皇と戦うっていうストーリーがもう小田先生の中で頭にあって、で、そこから逆算してイーストブルーの物語を縮小版として書いていったんじゃないかっていうのがこの、考察の大前提というか。だからそのワノ国編が始まることをもう最初から想像してたから、それの縮小版としてアルビダ編を書いたっていうことですよね。で、そうやっていくと、イーストブルーの最後にアーロン編という、ね、大きな物語があるから、そこがもしかしたら最終決戦とリンクするんじゃないかっていう。で、ちょっとそれをちょっととりあえず見てみましょうか。じゃあいきますよ、すべてわかるシリーズ一発目、最終回&古代兵器ですね。ご覧ください。いや、壮大な考察、1本目から38分ぐらいの考察を見ていただきましたが、これいかがでしたでしょうかね。モッチー先生のこの最終回とか今後の展開、今後のストーリー展開予想っていうのは、やっぱりこのすべてわかるシリーズのこの1本目の方向性がやっぱりベースになってて、最終章のストーリーを縮小版として描いたのがイーストブルー編なんじゃないかっていう、それを小田先生が組み立てたのかなっていうところなんでしょうね。で、それで言ったらちょっと皆さんにちょっと2022年以降の予告にもなりますけど、そう考えていくとワクワクするんですよ。イーストブル編がアルビダ編、モーガン編、バギー編、ガイモン編、黒編、クリーク編で、今のアーロン編で、ローグタウン編、この全8章なんですよね。でまあアーロン編がその最終回、最終局面の最終回の手前か、最終局面の展開だとした場合、じゃあその前のクリーク編はどういう物語になるんだ、さらにその前の黒編はどういう物語になるんだ、でこの辺を、2022年まあまあ早めにまず出していきたい。でこれ、ここの法則まで分かっちゃうと、多分他の考察者さんも多分もうこれを前提に考察作れちゃうと思うんですよね。で早めに出したいですね。パクリだと思われちゃうんでこのやっぱ一番早くお伝えしたいのはこの黒編ですね。黒編がね、ちょっとしたネタバレになりますけど、黒編は私もっち黒ひげ編だと思ってるんですよね。マリージョア VS 黒ひげというか、世界政府 VS、黒ひげ編がルフィたちの冒険とは違うところで、それの縮小版として小田先生は黒編という物語を描いたんじゃないかっていう。まあここまで言っちゃうともう結構予想はできちゃうと思うんですけどね。MKMK さん、ゆでろんさんと仲悪いんですけど、いや全然仲悪くないですね。もっちー先生のツイッターアカウントを、最初に作って一番最初にフォローしたのが確かゆでろんさんなんですよね。ですぐにフォロワーが来て、ゆでろんさんとだけしかつながってない時間が20秒ぐらいありましたでその後もなんかコメントとかでやり取りしたりしてるんで、まあちょっとコラボもしたいのはしたいんですけど、まだ実現できないですね。なんかお忙しいようなんで。